ホンダ Z360 は1970年代初頭に初めて登場し、そのコンパクトなサイズと独特なデザインで瞬く間に人気を博しました。効率的な都市交通の象徴となったこの車は、2025年に現代的なひねりを加えて復活すると期待されています。クラシックな遺産を尊重しつつ、外観デザインにはレトロな要素を取り入れたスリックで空力的なボディ、丸型 LED ヘッドライト、ミニマリストなグリルが特徴となるでしょう。コンパクトな寸法は維持されつつも、シャープなラインやスタイリッシュなテールライトを備えた最新のリアなど、現代的なタッチが加えられると予想されます。特に注目すべきは、ホンダ Z360 が提供する4つの魅力的なカラーバリエーションです。ブラック、ホワイト、イエロー、グレー、そしてレッドの選択肢があり、個々の好みに合わせて選ぶことができます。2025年の Z360 の内部は、高品質な素材を使ったクリーンで直感的なダッシュボードや、接続性を強化した最新のインフォテインメントシステムなど、大幅なアップグレードが施されるかもしれません。内部空間は最大限に活用され、ドライバーと乗客のための快適で機能的な環境が提供されるでしょう。Z360 は現代的な 660cc のターボチャージャーエンジンを搭載し、約63馬力と 105Nm のトルクを発揮するとの噂があります。スムーズで効率的なパフォーマンスを提供する CVT と組み合わせられるでしょう。ホンダセンシングのような先進的な安全機能、衝突軽減ブレーキ、レーンキープアシスト、アダプティブクルーズコントロールが標準装備されると期待されています。カスタマイズ可能なドライビングモードや燃費の向上も提供され、都市での運転に最適な選択肢となるでしょう。2025年のホンダ Z360 の予想される開始価格は約114万円で、手頃でスタイリッシュなコンパクトカーを求める人々にアピールするでしょう。発売は2024年末から2025年初頭と予測されていますが、これらの詳細はファンが作成したコンセプトと噂に基づいており、ホンダからの公式情報はまだ確認されていないことに留意する必要があります。